<laughs> 島根県、はい、はーちゃん。はーちゃんよ <laughs> お初心を忘れるべからずですね。うんうん、はいはい。チャンネル。えー、突然ですが。突然だね。うん、ジャニーズジュニアの三人組ユニット、うん、ミスター・キングというグループは知っていますか、うん、そのミスター・キングが先日、うん、雑誌の取材でニュースさんのようになりたい。ニ<お>ュースさんのように、それぞれがいろいろな 場で活躍したい。お<ー>ライブなどで4人になった時のパワーがすごい。うん。かっこいいという話をしているのを見てとても嬉し,嬉しい気持ちになりました。嬉しいね。ちなみにメンバーの高橋くんは、うん。マスダくんのことを尊敬していて、お<っ>ザ少年クラブやジュニアのコンサートでは、自分のソロコーナーで手ごますの曲を毎回歌っていましたよ。お嬉しい。ですで、ミスターキング。高橋くん。お今ミスターキングの写真をね、うん。出していただきました。お ああ。ど、どんな感じですかいや、かっこいいですよ、皆さん。おおイケメンっすねー。イケメン三人種です。真ん中の子が高橋、高橋くん。高橋くんっぽいね、やっぱね。高橋くん、顔は甘、甘めだね。いや、嬉しい。そんなこと言ってくれてるんすね。だって、ただ、テゴマス歌ってるらしいよ。ただ、高高コンビでいけますよ、そ<っ>高橋と高橋さんでね。あ !TT!TT! <っ>いいじゃん。T&T! どうするでも高橋くん歌っ、 てるさ、あのー、あり得るね。だから、釣られてハモリのラインで手越しのラインを覚えてるとかね。そうそうそう、あるんだよね。そのパートはハモリでしょみたいなね。あるんだよ、これ。俺、シュメル行きますみたいな。そうなんだよね。でも、3人って言ったらさ、だから少年隊さんがいて。ニュースのようになりたいって一人足んないですからね。誰だろうトークがすごい、前、小山が足んないのかな いや、あれ俺、金髪が足んない金髪、あー、髪、あ、結構でも3人は真面目な感じだね。みんなしげだ。みんなしげだね。しげ3人みたいなことだね。今んとこね。ミスターシゲ。ミスターシゲ。いや、明日ちなみにね、ミスターキング明日のレコメンゲストなんだって、お天気のりさんの。えなんかまっー、その高橋くんにメッセージあげとこうよ。いやいや、嬉しい、高橋くん。いや、ちょっとちゃんと多分ね、まあ挨拶ぐらいしかないと思うんだよね。今度、ちゃんとこう、会ってね、話して。 だから、少年クラブプレミアムとかもらってやってますからね。あ,あ、いいね。来てもらって。遊びに来てもらっていい。マスダ色に染めていきますよ、どんどん。マジで。うん、高橋くん、ね。